農林のキャラクターをラッピングした路線バス。農林は白鳥志郎による日本のライトノベル。イラストは切符が担当している。ガブンコより2011年8月から期間13巻が刊行されている。農業高校を舞台に農業に青春をかける農業高校生たちの日常を描く。作品のジャンルは農業系学園ラブコメディ。内容はギャグが中心で。 多くのパロディや下ネタを含んでいる。その一方で、現代日本の農業の問題点も取り上げられている。みんなで選ぶベストラノベ2011コメディ部門第1位。第1回ラノベ好き書店員、大賞1位受賞。2015年9月時点で、シリーズ累計発行部数は100万部を突破している。2012年には、ヤングガンガンにて、漫画版の連載が開始され。 ドラマ CD が発売された。2013年3月にテレビアニメ化が発表され、2014年1月より3月まで放送された。詳細は、テレビアニメを参照。岐阜県、立田茂農林高等学校、通称、農林の生産科学科2年に、A、組栽培専攻に、所属する、畑工作は、アイドルの草壁床に熱を上げるちょっぴりアイドルを託。 同じく二年 A 組の栽培専攻に所属する世話焼き、幼馴染中澤みのり、頼れる親友のメガネ美少年、か取とぎ同じく二年に A 組だが、畜産専攻の巨乳少女、両伝子長らとともに、明日の日本農業を担うべく創造しい高校、生活を送っていた。そんなある日、超人気アイドル草壁ゆか、演劇引退、の方に衝撃を受け、工作は、 寮の実質に引きこもってしまう。同じく寮生の脳と次に引かれて教室まで来ると、担任の荒放毒心女教師、つつ夏なが転校生を連れてくる。その転校生は、床にそっくりな美少女、木下リンゴだった。声の甲は、ドラマ CD 版、テレビアニメ版同一のもの。また、英語版声優は、フニマチオ音から発売された、北米版 BD 収録のもの。 主要人物四天皇殿、しげる農林の二年の英会組の学級委員で、それぞれのクラスを代表する春英五人。四天皇なのになぜか五人と突っ込みが入れられている。仙台四天王の高咲らの一学年上の生徒たち。その構成は古城ら四天皇と、同じく女性三人に、男性二人。やはり四天皇なのに五人。なぜか五人中四人が、渡辺姓であり。 紛らわしい。そのため、圧倒的な実力がありながら、早々に後輩に四天王の座を譲ることになった。生徒会長でもある鏡ヶ原を除き、出番は、ほとんどない。その他の生徒など教職員岐阜県、立田茂農林高等学校のモデルになった、岐阜県立鴨農林高等学校。公述のテレビアニメ版でも使用されている。2014年1月から同年3月にかけて、 放送された。アニメ化に際しては、舞台のモデルとなった岐阜県美濃加茂市が、市長、藤井宏との応援メッセージ動画を配信し、第1話の宇宙最速上映会も2013年12月21日に、同市で開催された。また、同市はエンディングにおいて、制作協力としてクレジットされている。先行上映は、アニメート名古屋店、岐阜店でも、 同月23日に行われている。キャストは2012年発売のドラマ CD からの続投となる。2015年11月4日には、美濃カモシ観光協会とのコラボレーションの一角として制作されたスタンプラリーの告知ポスターが JR 美濃大田駅に貼り出されたが、校長の胸元を強調した絵柄がセクハラだという批判がツイッター上で殺到したため、 11月29日に撤去12月7日には新たなポスターを掲載した。農林 TV のタイトルで2013年7月より2014年4月までニコニコチャンネルにて配信された。全12回。出演はバイオ、鈴木役の大坪ゆかとマネーキングア役の東、内マリコで両名が実際に農作業をして収穫を得るまでが描かれた。 TNR チャンネルのウリンレディオのタイトルで2014年1月10日から3月28日までニコニコチャンネルとアニメート TV にて配信された。各週金曜更新。出演は旗工作役の浅沼慎太郎。2015年岐阜県の美濃か市観光協会が農林とコラボしたスタンプラリー、美濃かまるっとスタンプラリー2015を実施した。 しかし、その宣伝ポスターでは、両電誇張の胸元が強調されたデザインとなっていた、ため、セクハラではないかとの批判を受けた。そのため、観光協会は掲示していたポスターを撤去し、謝罪文を掲載した。農林プチに関するカテゴリー。ありがとうございます。